はい、皆さんこんにちは。司法書士 YouTuber の加陽まりのです。今日はですね、キム・ジョンウン氏が生存していたということで、ね、以前キム・ジョンウンさん、死亡した説も、ね、流れていて、ちょっと、ね、心配をしていたんですけれども、まあ、その死亡説が流れるときに韓国の、ね、情報員は、まあ、生きてますよということを伝えていました。で、アメリカのトランプ大統領も、まあ、私は知っているということで、非常にですね、意味深な発言をして、いたということで、その行方が気になっていました。で、キム・ジョンウンさんは、まあ、手術をしたと。で、その手術後、ね、手術が失敗して重篤状態であったとか、はたまたコロスケウイルスに感染をしていたとか、まあ、いろんな説がささやかれていたんですけれども、一応ですね、メディアの前に姿を現したと。で、メディアの前に姿を現してもですね、影武者説が飛び交っていたりとか、まあ、いろいろとで世界のを情報を、ね、錯綜しているなというような気がします。で、まあ、これだけね、北朝鮮が世界を騒がすというのも、まあ、すごい話でありますよね。北朝鮮っていうのは、世界的に見たら知名度だけはですね、トップクラスであると言われていて、まあ、これだけ世界を騒がすというのも、まあ、一つその理由としてはですね、核を持っている、もうそれにしか尽きないというふうに思います。で、そういう意味では北朝鮮の核戦略っていうのは、大成功なのかなというような気もしていますけれども、しております。で、まあ、余談なんですけれども、キム・ジョンウンさんのこのジョンウンの運っていう字ですね、恩っていう字ですけれども、これはですね、就任前は、雲っていう字であったりとか、金銀の銀という字で、しばしば表されていて、統一がされていなかったんですね。で、っていうのもですね、北朝鮮っていうのは漢字という概念が、まあ、一切ないので、対外的にキム・ジョンウンという名前を名乗るときにですね、就任前は統一がなかった図られていなかったんですが、正式に就任することが決まってから、このキム・ジョンウンというこの字で、確定をしたというふうに世界には報道されています。で、これの、まあ、名付け親としてはキム・ジョンイルさんがね、このような感じに命名したと言われているんですが、その意味合いとかっていうのは、まあ、分かってはいないということであります。で、キム・ジョン、まあ、北朝鮮はですね、この、キム一族3代でね、今構成がされていますけれども、このですね、キム一族の、肩書きというのがですね、非常に、まあ、複雑かつ面白いので、今日はね、ちょっとそれも最後ご紹介していきたいと思います。で、まずですね、北朝鮮という国を作った、キム・イルソンですね。これみんな、まあ、知ってご存知だと思う、言わずと知れたですね、国家主席ですね。キム・イルソン国家主席というふうにね、言いますけれども、もともとですね、キム・イルソン、首相だったんですけれども、1972年に北朝鮮の憲法を改正しまして、首相という肩書きを廃止しまして、国のトップを、国家主席というふうに、言うことになりました。で、キム・イルソンが、お亡くなりになられて、その息子であるキム・ジョン・イルがですね、まあ、トップに就任をするわけなんですけれども、キム・イルソンをもう永遠の国家主席、偉大すぎてですね、これを名乗ることはできないということで、国家主席という座は、開けております。永遠に開ける。その代わりキム・ジョン・イル総書記というふうに、なります。で、これね、ちなみにこれ総書記なんですけれども、ですね、キム・ジョン・イル国防委員長というのが、実は正しい表現でして、少しね、これ難しいんですけど、北朝鮮っていうのはですね、国のトップ、党のトップ、軍のトップっていうのがいてですね、まあ、いずれもですね、一党独裁なので、党の役職っていうのが国の、国とかね、国の、まあ、政治的な位置づけに影響を及ぼすので、実質同じだと言ってもいいんですけれども、呼び名がですね、違うんですよ。キム・ジョンイルに関してはですね、キム・イルソン国家主席のこの国家主席を名乗れないので、キム・ジョンイル国防委員長なんですね。国のトップっていうのは国家主席を今開けてるんで、国防委員長が、国のトップということになっているんです。国防委員会というのがあるので、国防委員会っていうのが日本でいうと国会ですよね。これの国会です。で、キム・ジョンイルに関しては、なんでこれ総書記ってメディアで言われてるかっていうと、党のトップはですね、総書記なんですよ。だからキム・イルソンも実は総書記なんですね。
でキム・ジョンイルも総書記なんです。 ここは継いでるんです。党のトップと肩書きっていうのは継いでいます。キム・ジョンイル、キム・イルソンを。でなんでキム・ジョンイルが総書記っていうふうに日本で報道されてるかっていうと、キム・ジョンイルの政権下の下で、もう一度北朝鮮の憲法を改正して、党のトップ、ごめんなさい、国の、憲法の下でね、全ては、朝鮮労働党の指導のもとに従うということで、憲法より上にですね党を置いたので、党のトップである総書記という肩書きで日本は、キム・ジョンイルさんのことを報道していた。だからキム・ジョンイルの肩書きは総書記だと、まあ、キム・ジョンイル総書記というふうに呼ばれているんですけども、実際ですね国の元首としての元首として表すんであればキム・ジョンイル国防委員長というふうになるということであります。で、そしてキム・ジョンウンですね、キム・ジョンウンは、キム・ジョンウン第一書記というふうに、言われておりますけれども、後に就任当時はキム・ジョンウン第一書記だったんですが、後にですね労働党委員長というふうに、変えました。でこれはですね、やっぱり第一書記だとですね総書記の劣化版で見えるので、ちょっと権力の、ね、こう誇示という意味も込めて委員長というふうに、したんではないかと、よくささやかれています。そして2016年にはですね、国防委員会というですね、国防委員会を廃止しまして、国務委員長というふうに、国務委員会というふうに名前を変えて、国務委員長という座に就任します。それまではですね国防委員会があって、で国防委員長ではなかったんですよ。国防委員長が一番偉くて、でそこにはですねキム・ジョンウンは就任をせず国防委員会第一委員長ってなってたんで、この辺りもどうなんだと言われていたんですが、ここを一気に廃止してですね、国務委員会というふうに名前を変えて国務委員長に就任したということで、これはですね、父親の、まあ、父親のですねを継がないと、そこの決別の意味を込めているのかなというふうにも感じ取れるんですが、なかなか、これはね聞いてる人もちょっと難しいかなというふうにね、感じております。あのね、これ何が難しいかっていうとですね、キム・ジョンイルはですねキム・イルソンの肩書きを継いでるところと継いでないところがあるんですよ。でこれすごいポイントなんですけど、キム・ジョンイルはですね、国のトップとしての国家主席というですね、肩書きは継いでいないんです。でなんですけれども党のトップである、総書記、キム・イルソンも総書記ですからね、一応党のトップですから総書記という名前を継いでいるんです。そして軍のトップである国防委員長ですね、キム・イルソンは国防委員長ですよ、軍のトップですから。でキム・ジョンイルは国防委員長というところも継いでない。で継いでないのは国のトップの肩書きだけは継いでないんですよ。ということでキム・ジョンイルはですね、軍のトップであるキム・イルソンがいたトップのこの肩書きだけは継いでいくということで、これは先軍政治を非常に表しているんじゃないかというふうに言われています。軍の何よりも軍を優先する、軍のトップであることだけは、ここだけはですね変わらないということで、実際はですねこのキム・イルソン・ジョンイルってジョンウンで全員とも、独裁政治なので、はっきり言って肩書きなんて関係ないじゃんと思うかもしれないんですけど、こうやってここまでですね細かくこだわるということは、彼らの中では何かを重要視しているというふうに推し量れるものがあるんじゃないかなと思います。特にキム・ジョンイルがですねキム・イルソンの国としてのトップは継がないけれども軍としての位置づけは丸々ついているというところを見てもですね、先軍政治をですね示しているということで、非常にこのあたりがね本当に面白いなというふうに思っています。そして、キム・ジョンウンに関してはですね、まあ、どうなんですかね、どれもですね、継がない国のトップである、肩書きとしては国防委員長ではなく国務委員長としてやっていっている。で党に関しては総書記ではなく第一、委員長ですね、労働党委員長で、軍としてはですね、国防第一委員、国防委員会廃止して国務委員長というふうに就任をされているということで、先のですね体制に対しての何かメッセージを感じ取れると、そんな感じが私はしています。ということでね、北朝鮮のマニアの私としてはね、キム・ジョンウンさんの、
動向というのは非常に気になっているんですけれども、今後もね、何か動きがあればですね、皆さんにご紹介をしていきたいというふうに思っております。ということで今日は以上です。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。